どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の9月の6日の火曜日ですね。天気はまあ晴れとか曇りとかね、そんな天気でございますね。ラッキー1号については本日もね、2両編成ということでね、2両編成を、まあ、オール2両編成ね、更新というような形ですかね。ずっとなっておりますね。まあ、最長記録かどうかというのはまだね、見ておりませんけども、ずっとね、土日も含めてオール2両という形で来ております。はい、いつまで続くのかというところをね、今度気になっているところでございますけれども、さあ続きまして名古屋車両庫をね、ちょっとね、撮影をしてあります。こちらにね、ターンテーブル付近、キア85系全くいなくなってしまいましたね。こちらについてもね、ちょっといろんな動きがある。向こう側に見えるのがキア85の10、そしてこれが1105ということに、ね、なっておりますね。さあ、あちらの A2 編成、それから21のね、まあ、中央本線軍団がありますね。こちらにあれが313系という感じでございますけれども、それから向こう側、275、それからキハ12306が、ね、おりましたね。さあ、特急キラ5号ですね。本日についても那紀号、北号については基本編成というふうになっております。7号についても8両編成が2編成というような形で、ね、だんだん増結が少なくなってきておりますが、下の号オール6両にはまだならずというところでございます。今41分ぐらいですが、ちょっと出発が遅れているような感じですね、飛騨号ですね。この飛騨号の車両については組み替えはございませんので、以前の車両からそのままスライドで使っている、そんな感じでございますね。さあ、こちら1109というかね、シカバンパーがついた飛騨号という形になっております。今日はね、台風の影響で風がちょっと強くて、いつもはね、煙がもっと漂ってるんですがね、かなりね、風の影響ですぐにね、煙がね、拡散されているね、いるような感じでございますね。南紀2号の名古屋行きという形で到着でございます。2両編成でね、到着でございまして、昨日南紀1号の、ね、編成がこのまま帰ってきております。まあ、本日もですね、そんなガラガラでなくてですね、そこそこやっぱり自由席乗っておりましたね。最近ちょっと需要が増えてきたんでしょうかね。以前はちょっとガラガラだった記憶がありますけどもね、南紀号についてはね。はい、そんなところでね、この動画は終了でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またですね、撮っていきますので、ぜひまでご視聴ください。チャンネル登録もまだまだしていただけると助かりますので、よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さよなら。